ートレーセード側、現在ホーム側は緩やかな向かい風、向かい潮で穏やかな水面コンディションです。 G3 オールレディース江戸川城決定戦シリーズ3日目の戦いは第12レース記者選抜戦を迎えました。対戦メンバーです。1号艇愛知大滝飛鳥、2号艇滋賀茶谷桜、3号艇福井潮田裕子、4号艇徳島岩崎よしみ、5号艇静岡千葉麻也、6号艇東京橋原香織、以上の6選手です。陰線1号艇大滝飛鳥、17号機で伸び足は強力、今日はこの高枠一走に集中です。2コース2号艇茶谷桜、3コースに3号艇潮田裕子、3点船を引いていきます。4コース角1、4号艇の岩崎よしみ、連勝はストップですが今日の前半戦は大外から2着に入っています。5コース5号艇の千葉麻也、今日の前半は逃げてシリーズ2勝目が上がりました。6コース6号艇の橋原香織、今日の前半戦は3着争いに競り勝っています。スタートまで10秒を切ります。12レース記者選抜戦です。進入体系はインコースから1番2番3番4番5番6番です。スタートしていきました。インから1号艇の大滝、角から4号艇の岩崎、好スタートを切っています。レースは1周1マークです。逃げる1号艇大滝をまくっていくのは3号艇の潮田と4号艇の岩崎、差しハンドルが2号艇の茶谷、バックストレッチへと抜け出しています。先頭争いは混戦模様、2号艇の茶谷の内側からは5号艇の千葉、さらには6号艇の橋原、アウトコースに3号艇の潮田、スタートは前提正常でした。大混戦のトップ争い、一周にマーク、内側から6号艇の橋原先取っていく、差しハンドルが5号艇の千葉と2号艇の茶谷、さらには内から1号艇の大滝で方面を取り返しています。先頭争いですが2号艇の茶谷、アウトコースに5号艇の千葉、一定審査で6号艇の橋原追走していまして2周の1マークです。トップ争いは2号艇の茶谷、続いていった5号艇の千葉、内から6号艇の橋原、1号艇の大滝でバックストレッチです。大混戦の先頭争いから抜け出したのは2号艇の茶谷桜、リードは4点進、2番手5号艇の千葉、その後ろ2点進候補を3番手6号艇の橋原と追走です。2周の2マークをトップで2号艇の茶谷が旋回、2番手5号艇の千葉、3番手6号艇の橋原、内から1号艇の大滝が少し定冠詰めていまして、レースは最終周回です。上位の体型は2番5番6番、ここも波乱となりそうです。最後のバックストレッチへと先頭で2号艇の茶谷が抜け出しています。2番手5号艇の千葉、3番手争い内から6号艇の橋原、アウトコースから1号艇の大滝で最後のバックストレッチ、3番手争いどうか、インコース6号艇の橋原が3番手守っていますが、アウトコースから並んでいく1号艇の大滝、6番1番競り合って最終コーナーです。トップで2号艇の茶谷が旋回、2番手5号艇の千葉、3番手争いは6号艇の橋原が3番手守りきりまして、まもなくゴールを迎えます。先頭2番の茶谷ゴールイン、5番の千葉ゴールイン、6番橋原ゴールイン、1番の大滝ゴールイン、4番岩崎、3番の潮田ゴールインです。以上、第12レースの記者選抜戦でした。